オッケー。こういう公園でよくボール遊びとかしてる。俺はタバコ吸った記憶がある。子供の頃に？大人になってからだよ。どうだ？なんだろうこれ。よし、次に行こうか。こんなにたくさんの人が。何か来る。
どこかに上に行く方法があるんです。周囲を調べてみる。あの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、
厄介だぜ。技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。
もっと救えるはずだ。娘が焼いてくれたホットケーキをただ見つめている。妻がいたら食器を片付けようと私をせかすだろう。だがもういない。ホットケーキは彼女の体のように冷たくなっていくだけだ。魂を失った彼女のように。バカバカしい。冷めてしまうのは熱がどこかに移動したからだ。エネルギー自体は消えな。そうだ、彼女の魂も消えていない。体からどこかに移動しただけだ。どこに、どこかにだ。私が彼女を救う。Thank you.
ってきたな。そう思える KK の神経が羨ましいよ。ろくでもないことは大抵経験済みだからな。弾けないのかな。近所にピアノ教室があるんだ。夜な夜な誰もいないのにピアノの音がするんだよ。でも弾いてみると心が安らぐ音色だったんだ。なのにある時を境にそれが不気味な音色に変わったんだよ。それが少し気になっていてね。よくある怪異話だが、音色が変わったか。何かの理由で音が汚れたのかもしれないな。いたいた。あ、なんだ。名家がいっぱいあるな。なんでだろう。コインパーキングだからだろ。ああ、そっか。え、そういうことなの。何か演奏しているな。本当に不気味な音色だ。
けないな。お前の腕はいいのだろ。ピアノ教室、ここから音が聞こえるね。汚れた音色に引き寄せられたのか。奴にこの迷惑な演奏をやめさせようぜ。音が止んだ。誰もいないか。何かないかな。なんだこりゃ。どこが演奏しているのかな。確かに曲は月光だった気がする。これって…子供の天才の方が人気は出るよな。また始まったぞ。君がピアノを弾いていたの？弾くのはいいが、大層近所迷惑になってるぜ。ごめんなさい。迷惑をかけるつもりはないんです。私はただ、月光を弾きたいだけなんです。コンクールで弾いた思い出の曲だから。でも、なぜかピアノの音色が変わってしまって、いくら弾いても思い通りの演奏にならないんです。
何が原因なんだろう。この子の演奏は音そのものが汚れていた。汚れを生み出している何かを特定するしかないな。この絵反応した。この絵はジョバンニなんだ。雑誌に載っていた音楽家か。さてはこいつが汚れの原因だな。やっぱりだ。自分の弟子とこの子を重ねて嫉妬していたんだ。私は天才だと認めない。私が最も偉大だ。おいおい、子供相手にみっともねえぞ。大人は黙って子供を見守るもんだぜ。もう大丈夫だよ。これでまた月光が引けるね。はい、ありがとうございます。いい曲だな。そういうこともわかるんだね。どういう意味だよ。よかった、私ちゃんと弾ける。ちゃんと月光が弾けるんだ。よかった。もう聞けないのはちょっと残念かもな。そうだね。自分が慈悲深く覚えてくるぜ。聞いたよ、元の音色に戻ったんだね。心が安らぐよね。
ぞ。君の悪い置物だな。呪われてるぞ、これ。感じだ。
き剥がされた。わかってるよ。そうだね。こんなものかな。おい、これからは変なものに触るのはやめておこうぜ。わかった、気をつける。戦いに戻ろうか。ああ、このまま見過ごすわけにはいかないね。欲しくないよ。
もっと救えるはずだ。
コツをつかんだみたいだな。
俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。戻らなきゃ。慌てずに食べな。お前を迷わせ、くだらない雑音にはひとつまみの塩を。戦って。力をうまく使えよ。
あとは外に送るだけだ。見守ってくれそう。そうだな。ビルの上だ。どうやって登ろうか。周りにあるものを使うしかない。
次だ。邪魔しないでほしいよ。落書きかよ。可愛いから許されてるんじゃない？少しずつだが近づいてるぞ。こうやって行くしかないね。
を見ろ。分かった。いいぞいいぞ。食べ、慌てずに食べな。
片付けも大変だな。なんだ？何か意味があるのか、これ。
鬼の居場所を探してくれる？これで終わりみたいだな。鬼を呼んでもらおうぜ。もう大丈夫だよ。妖怪好きだね。好きとはちょっと違うかな。
僕は KK じゃないけど、KK は俺だよ。俺のことを知ってるみたいだが、お前に会った覚えはないぞ。いや、俺の息子からあんたのことを聞いたんだよ。息子は中学校で仲間を集めて東京の怪異を研究する部活動をしていたんだ。あんたのことはまるでヒーローみたいに話していたよ。部活にしては随分珍しいことをしていたんだね。俺もただの遊びだと思っていたんだが、息子と部活の仲間たちが集団で失踪してしまったんだ。突然の出来事で何が起こったかわからないんだよ。調べているうちに何かに巻き込まれたか。なあ、あんたは KK なんだろ。息子たちを助けてほしいんだ。 KK なら何とかできるだろ。何でも解決してきたんだろ。何でもじゃねえよ。それに今の俺の状態を見ろよ。無理に決まってるだろ。KK、この人の息子さんがいなくなってるんだよ。ったく、仕方ねえな。確か、使われていない教室を物質として使っていたはずだ。そこを調べてみてくれ。物資は補充できたな。
助けられてよかった。このチャイム、あんなところに学校なんてあったのか。
け。大したことない。この学校か。どうする？あのドアから入れないか調べてみろ。さすがに鍵がかかっているか。どっか空いてるところを探そうぜ。裏の校庭の方に行ってみよう。汚れを何とかしよう。どこかにコアがあるはずだ。校内にもうようよいそうだ。学校に学生がいるのは普通だぜ。おい、この扉から入れないか調べてみろ。